3人の美しさが爆発。スパークミニアルバム、ノー・オー・リング、ジャケット撮影風景を大公開。まるで家族。握手する手平野神宮寺岩の絆に涙。ミニアルバム、ノー・オー・リング、撮影現場に密着。ファンの皆様にとって、何よりも楽しみな瞬間とは、 お気に入りのアーティストが新たな作品をリリースするその瞬間に他なりません。今回のミニアルバム「NOWORLING」はまさにその期待に応えるものであり、ファンクラブ限定で公開された撮影風景の映像もまた、ファンにとって貴重な贈り物です。このアルバムのリリースを心待ちにしていた多くのファンたちにとって、撮影の裏側を垣間見ることができるのは、 ただ新しい音楽を手に入れるだけでなく、アーティストとの距離を一層縮める体験そのものです。映像を見た多くのファンが語る通り、この撮影風景は、神踊り獅子と表現されるほど、彼らの美しさやプロフェッショナリズムが際立っていました。それだけではなく、撮影の合間に見せる彼らの素顔、中学生に戻ったかのような無邪気な瞬間や、 ストレッチで身体をほぐす姿など、どこか親しみやすく、温かい気持ちを感じさせるシーンも数多く収められていました。ファンにとってこうした姿は、アーティストの魅力が一層引き立つ要素の一つです。彼らの完璧に決めたポーズや表情と、オフの時に見せるリラックスした笑顔やいたずらっぽい仕草とのコントラストは、多くのファンを魅了し続けています。このギャップこそが、 彼らの二面性を際立たせ、見る者の,の心をつかむ理由なのです。ファンは、彼らがただ、かっこいいだけでなく、かわいいとも感じられるその瞬間に、思わず笑みがこぼれ、そして時には感動の涙さえ流してしまうのです。このような感情の振り幅は、ファンが感じるアーティストへの愛情や感謝の気持ちをさらに深める要素となっています。特に、 今回の映像で注目されたのは、平野翔、神宮寺勇太、岸勇太の三人の息の合ったチームワークです。彼らの関係性は、ただの同僚や仲間という枠を超えて、まるで家族のような絆を感じさせるものです。映像の中で見せるお互いのいたずらや、無邪気に笑い合う姿からは、長年にわたる信頼と友情が垣間見えます。この、 わちゃわちゃっとした様子は、見ている側にとっても心が温かくなる瞬間であり、彼らの間に流れる自然な雰囲気が画面越しに伝わってくるのです。また、撮影現場では、緊張感とリラックスのバランスが絶妙に保たれていました。撮影が始まると、彼らは一瞬でプロフェッショナルな顔つきになり、カメラに向かって完璧な表情を見せます。 まるでスイッチが入ったかのように、一気に集中し、作品に真剣に取り組む姿は圧巻です。しかし、カメラが止まると、その緊張感はふっと溶け、仲間同士で冗談を言い合ったり、笑い合ったりする場面が多く見られます。このオンとオフの切り替えが見事であり、それこそが彼らの魅力の一つです。ファンとしては、 そんなプロフェッショナルな姿と無邪気な姿の両方を楽しむことができるこの映像が特別なものであることを強く感じるでしょう。ミニアルバムノー・オ、no、ー・リング自体もそのコンセプトや楽曲に込められた思いが非常に深いものです。特に平野翔のソロ曲透明になりたいはファンの間で早くも話題となっておりそのタイトルからも想像できるように 感傷的で繊細なメッセージが込められていることが期待されています。この楽曲は、小自身が抱える感情や、彼の内面を覗くような作品となっており、多くのファンがそのリリースを待ち望んでいるのです。彼の歌声や表現力は、これまでにも数多くの楽曲で人々の心を打ってきましたが、今回の楽曲では特にその感情表現に注目が集まっており、 ファンにとっては一長する価値のある作品であることは間違いありません。また、このアルバムのフォトブックもファンにとっては大きな楽しみの一つです。撮影風景を見たファンたちは、フォトブックの1ページ1ページを眺めるたびに、その瞬間の記憶や感情が蘇るような気持ちになると語っています。特に、神宮寺優太のクールでありながらもどこか憂いを帯びた表情は、 多くのファンを魅了しており、その表現力にはため息が漏れるほどです。しかし、その一方で、撮影が終わった後に見せる彼の無邪気な笑顔や仲間とのやりとりは、ファンにとって非常に愛らしい瞬間でもあります。彼のこうした二面性が、ますます彼の魅力を引き立て、多くの人々が彼を応援し続ける理由となっているのです。岸優太もまた、 この撮影で多くの注目を集めました。彼のユニークな個性や明るい性格は、撮影現場を和ませ、他のメンバーとのコミュニケーションを一層深めていました。彼が自転車を見つけて楽しそうにしているシーンや、撮影の合間に見せるリラックスした表情は、彼の自然体な魅力を象徴しています。彼のような親しみやすいキャラクターは、ファンだけでなく、 周囲のスタッフやメンバーにも愛されていることが感じられます。騎士のこうした姿勢がチーム全体の雰囲気を明るくし、彼らの作品にもそのポジティブなエネルギーが反映されていることは明らかです。そして、このアルバムの撮影において全体を通して感じられるのは緊張と緩和の絶妙なバランスです。彼らはプロフェッショナルとしての一面をしっかりと持ちながらも、 お互いをリスペクトし合い和やかな雰囲気の中で作品を作り上げていくその姿は見る者に感動を与えます。ファンにとってはこうした姿を見て「3人でいてくれてありがとう」と心から感謝の気持ちを抱くことは少なくありません。彼らの関係性は単なるビジネスパートナーではなくまるで家族のような絆を感じさせファンにとってもその温かさが伝わってくるのです。 また、映像の中で繰り広げられる三人の、わちゃわちゃしたやりとりは、何度見ても飽きることがありません。真剣に撮影に挑む姿と、その合間に見せる無邪気な笑顔や、時には子供のように遊んでいる姿が交錯する瞬間は、ファンにとって特別な意味を持ちます。彼らがいかに自然体でお互いを信頼し合っているか、そしてその中でどれだけ楽しんでいるかが伝わるからこそ、 見る側も一緒にその場にいるかのような気持ちになれるのです。こうした瞬間は、彼らがただのアーティストである以上に、人間としても魅力的であることを再認識させてくれます。そして、ファンたちはこの映像を見ながら、これからリリースされるアルバムへの期待がますます高まっていることでしょう。アルバムが届くその瞬間まで、そわそわとした気持ちで待ち続けるファンたちにとって、 この映像はまさに寝かせてくれないほどの興奮を与えるものであり、アルバムが届いた後もその感動は続いていくことでしょう。